おごめん、大分の高千穂親方です。さあ参りましょう、高校野球。大分県では毎年5月の後半に県選手権という大会が行われています。もうまさにですね、この夏の甲子園予選前の最後の公式戦ということで、まあ夏がね、どの高校が高校に、甲子園に行くのかですね、その前哨戦でございます。今年もですね、139回の大会の組み合わせですね、出場校決まっております。今回もですね、簡単に出場校の紹介や、まあ、個人的な組み合わせを見た感想を、まあ、ご案内いたします。まあ、あくまでも私親方一個人の意見でございます。多分様々ですね、味方やですね、応援しているチームありましょうが、まあ、あくまでも一個人ということでお許しください。広い心と温かい気持ちで、見ていただければ幸いです。まあ、少しでもですね、参考になれば幸いという思いでご紹介いたします。それでは参ります、どうぞ。それではまず大会の概要を説明いたします。今年の県選手権は5月15日16日そして22日23日に開催されます。4つの球場ですね、もう本当大分県の南北、ね、球場フル出場という、ね、総動員で行っております。まあですね、チームは16校出場いたします。各支部を勝ち抜いた代表校が11校、そして先日の九州大会出場された5校が加わってですね、全部で16校でトーナメント方式で行われます。もうまさにですね、夏のですね、7月の、甲子園予選のですね、前の、最後の公式戦、県チャンピオンを決めるというありまして、こう夏の前哨戦、もうね、各チーム気合も入ってますし、いろいろ腕試しをしてまいります。で、今回ですね、はもうですね、無観客での開催でございます。お客さん入りませんのでご注意ください。もちろん私も現地観戦することはもうね、いたしませんので、心の中で応援をいたします。続きまして、出場校16校を簡単にご紹介いたします。支部ごとにですね、ご紹介です。まず、県北九大支部、支部予選を勝ち抜いた、3校に推薦枠が2校ですね。まず、代表枠が北林校、高田、中津南の公立3校の出場、そして推薦枠が柳ヶ浦と桐蔭でございます。以上5校が出てきます。これも激戦区ですね。まず、一般枠ですけれども、北林校ね、何度も甲子園にも出ておりまして、ね、今回もね、また今年の内もですね、かなり強いみたいでございます。続きまして、高田高校ですね。こちらも過去甲子園出場校、ね、したことがございます。結構高田は私はしぶといなと、結構思った以上に強いという、印象ですね。こう2回戦3回戦勝ち上がって結構上位に、ね、来る、こうバッティングが例年強いかなという、まあ、イメージでございます。で、そしてですね、中津南が出てまいりました。こちらもね、県北の雄、進学校でございまして、文武両道です。ね、もう結構中津南もこうベスト8とか食い込んでくる、ね、イメージもありますし、今佐藤俊彦監督なんですかね。2年前私、武田がですね、秋の九州大会予選で当たった時は、確か佐藤監督でしたけども、ね、それでしたら本当に元気のいいチームを作っていきます。以上の3校が、支部予選勝ち抜いたということで、まあ、ちょっと具体的なことをすみません、申し訳ないんでわからないんですけれども、個人的に県北は中津東が出てくるかなと思ってたんですけれども、今回この3校が出てまいりました。そして、推薦枠2校柳ヶ浦と桐蔭。柳ヶ浦はですね、九州大会予選この間春の分がですね、県準優勝でした。ピッチャーがですね、3人いて、上がり投手とかですね、そしてバッティングはね、木戸選手のね、鋭いスリングですね、まあ、実際私生で見させていただきまして、ね、九州大会も新創刊に勝ったんですかね、勝ってそこそこ県外でも戦える、結構私今回も優勝とかですね、甲子園出場してもね、結構戦える柳ヶ浦いいチームだなというふうに私実際に見て感じております。そして桐蔭、こちらもですね、九州大会出て、九州大会予選はまあ県3位として
県3位でしたけれども、とにかく九州大会も初戦突破して、あのバッティングがやっぱりいいですね。今年九州大会でもこうまとまったですね、当たりも出したようですし、こうバッティングの投員、そして投手力と守備力が光る柳ヶ浦、この2校もですね含んだ、九大、県北支部でございます。で続きまして、別記支部ですね、こちらもね激戦区で、支部代表を勝ち抜いたのが木月高校、そして、推薦ですね、これはもうね全国的にも今注目されています明豊高校、こちらの2校が出場いたします。もう木月もですね、あの甲子園に一度出たことがございます。キツツキの愛称でですねインターネット上では騒がれておりました。キツキもですね進学校であり、結構キツキは結構本当甲子園にね本当近いところまでずっと来ててですね、結構ベスト4とか準優勝とかもね多い結構強いチームです。まあ、個人的なイメージですけれども、まあ私もまあ20年前のあくまでの経験ですけれども、まあ、キツキというのはこの小学年野球で中学校もねこう強いんですよ。木月牙牛とか、木月中学校ね、宗近中等、私たちの20年ほど前の時はもう県優勝するぐらいのかなり強いチームね、そういう強いところのチームが集まって木月、まあ後ほど紹介しますつくみもそうなんですけれども、まあ、個人的なイメージは本当にこうちっちゃい頃からね強い環境の中でやっているメンバーが揃ってね高校でもやっているということで、本当に元気が良くてチームワークのあるですね、結束がいいチームというふうに感じております。キツキはね東花監督の時は守りの野球でしたけれども、個人的にはバッティングがね強そうなイメージです。そしてですね、春の選抜準優勝の明豊ももちろん登場いたします。まあ、九州大会は福岡大大濠に敗れてベスト8止まりでしたけれども、ね、夏前、ね、川崎監督も多分気合い入れてくるでしょうね。3枚のですねピッチャーがいて、そしてもう守備がピカイチですね。まあ、例年バッティングのイメージなんですが、今年は投手と守りのですね引き締まったチームだなというふうに感じております。以上別記チーム、支部ですね2チーム。そしてこちらですね、続きまして大分支部ですね、大分県の中央部ですけれども、こちら一般ですね支部を勝ち抜いたのが、5校、そして九州大会出ました春の九州大会予選大分県1位の大分マイズルが推薦で、登場です、ね、これまず見てざっと見て驚いたのが、由布高校がでこう支部戦に、出場された、すごいなと。で驚いたのが、実は今回が初出場なんですね。もう140回ぐらいね行われている中で、ついにですね出場、意外と関南高校の時代とかかもですね、そこそこ強いなっていうか、まあ大体1、2回、まあ2回戦ぐらいのイメージなんですけれども、結構大物食いをする時もありますので、こう侮れないですし、ユニフォームもかっこいいところなんですけれども、まあ由布高校個人的にこう注目してますし、ね、まず一般、支部代表として大分商業、ね、去年、ね、川瀬投手もね、いて、まあ選抜にも出場されてましたし、ですね、特別試合ですね、交流試合甲子園にも出ました。もう大分商業もですねかなり強いチームです。で続きまして大分南ですね、大分南もね結構まあ2回戦3回戦のイメージですが、結構突破力もあってですね、もちろん侮れない、もう支部をね勝ち抜いてきてますけれども、県大会でもそこそこですね強さ発揮するイメージです。そして大分工業大工ですね、大根は去年今年とねまた注目されております、ね、そして大分高校甲子園にも出場を、ね、してまして、甲子園でも勝利をいたしましたし、まあ、私の地元の方が部長なんですけれどもね、板高大高とこちらもね結構ね結構上位に来るんじゃないかなというふうに、ね、予想をしております。そして推薦枠が大分マイズルですね、まあ、奥本くんのねピッチングと、そしてやっぱ守備がね非常に良いチーム、守りのチームですね、まあ、私の推し川村監督のですね、チームですけれども、そこそこねやっぱ今年の大分マイズルもね安定しています、ね、大分支部かなりチーム出てますけれども、ね、結構粒揃いというか注目のチームが多いですね。で最後ですね、県南豊肥支部ですが、支部代表枠は2枠ですね、
薄木と佐伯角城、そして、九州大会にも出ましたですね、大分県九州大会予選ではベスト4、ね、4位だったつくみ、去年の秋の新人戦の、ね、県王者つくみですけれども、県南方位地区、まあ私方位の人気なんでぶっちゃけ言うと県南だけなんですけど、県南はここ数年かなり面白いですね。日本文理大附属とか佐伯方南なんかもですね、こう強さをね発揮しているところなんですけれども、今回はまず支部で勝ち抜いたのが薄木高校、ね、これもね伝統的な進学校で結構ねまとまりもあって、で例年結構いいピッチャーで揃ってて、こう夏とかもですね3回戦とかベスト8にもこう来るイメージですね。そして佐伯角城、ね、甲子園にもね出場されたことがありまして、プロ野球選手も輩出しているもうまさに県南の優です。ね、進学校でもあり、まあ、昔特に体育科が、ね、あったようでですね本当タフな、まあ、水泳とかが強いんですけれども、こう野球でもこうバッティングと、そして、まあ、私も現役時代とか、ね、社会人になっても佐伯角城を見るととにかく応援とかのがね、声援が大きくてこうタフなチームだなというふうに感じております。そして、推薦枠がつくみですね。もうつくみは、まあ、まず戦力的に申しますと、エース林田くん、ね、130キロ、まあ、中盤後半のストレートをねボンボンインコースに投げてテンポよく投げていく、こう強気なピッチングというイメージですけれども、彼を中心としたこの守りが強い野球ですね。この間九州大会もね見させていただきました。大堀にね最後タイブレイクで惜しくも敗れましたけれども、ノーエラーでこう二遊間もねしっかり固くてですね、本当守備はこう明豊に匹敵するぐらい、するぐらいこう全国でもかなり通用すると思います。でですね、そしてまあね藤原監督、まあ私もね何度か紹介してますけど、本当元気のいい陽気な監督で、この間で TikTok でも今20万近く再生されてますけど、大分県民なら手をたたこの動画なども見てわかるようにですね、本当にチーム自体元気があってこうまとまりがある。でやっぱこうつくみという地域、まあ甲子園ね春夏優勝されたということで、もう高校野球にかける、まあ、地元も熱いですしね、そしてもともと少年野球、ここもつくみもね少年野球とかつくみ第一中第二中とかね、ひじろとか私たちの時強かったですけれども、そういう子がねずっとつくみでね育って、また今寮もねあるようなんでかなり気合が入ってて、こう県でも優勝準優勝もうベスト4以上が結構固いくなってるチームですね。以上のです16校が出場してトーナメントで戦います。さあね組み合わせがどうなったのか、次はですね、まあそれをね組み合わせ見ながらざっと、ね、今回レベル高い大分県選手権ねどうなるのかちょっと簡単に見てまいります。最後にですね組み合わせをざっと眺めます。まあ4チームずつですね、まあベスト4ずつの矢倉で順番に見てまいります。まず1番から4番ですね、大分南佐伯角城と、大分舞鶴対中津南ですね。まあ個人的にはこの大分舞鶴がかなり安定してて、ここ勝ち抜くんじゃないかなと思います。まあ多分対抗馬が佐伯角城ですね。バッティングの佐伯角城とね、大分舞鶴かというところですが、ただこのね、大分南と中津南っていうのは結構しぶといので、簡単にはいかない気がしますし、意外とね、こう、意外と勝つんじゃないかなというのも私見ています。続きまして5番から8番、薄木対由布、そして桐蔭対木月ですけれども、まあここも順当にいけば桐蔭がまあですバッティング発揮してですね勝ち進んでいきそうですけれどもね、薄木と由布っていうのも結構ねこれまた面白いですね。由布結構大物食いもしますし、薄木もね結構コンパクトでですね、まあピッチャーね歴代いいと申しましたけれども、引き締まった試合になるんじゃないかなと思っていますね。木月のバッティングとね桐蔭のバッティング、まあ、ちょっと今年の木月を知らないので何とも言えないんで、イメージであくまでも語っていますけれども、ね、結構面白いですね。木月対桐蔭って言ったらもう、私の代の時はもう優勝候補同士でしたからね、結構強いと思っています。さあ、続きまして、9から12。ここがね、もう一番の激戦区ですね、間違いなく。まず、高田対つくみ。
そして明豊対大分商業ということですね。まあざっともし優勝候補ですね、優勝校予想するならば、まあ私はもう今回はもう順当に明豊がやっぱ総合力あるかなと、三枚看板とですね、鉄壁とで大分県内、まあ九州だと分かんないですけど、大分県内だとバッティング結構強そうですけれども、ただこれ本当分からないんですよ。大分商業がね結構まずしぶといですね。こちらもですね優勝候補に多分来るんじゃないかなということで、まあ、明豊がそのまだ大分商業をね攻略できるか、大分商業結構でいい試合しそうな気がしますし、で高田もですね意外とこうつくみを食うんじゃないかなというのもね割とあるんですよね、拮抗しているというか、まあ多分ですね実際、まあ私自身はまあつくみ対明豊、つくみと明豊が勝ち上がって当たるんですが、まあどうなんでしょう、このね勝ち上がった時2回戦もうベスト8の試合でつくみ明豊ともしなった場合は、私は意外とこれ勝敗意外とわからないと思います。まあ多分明豊の方が総合力でいきそうな気もするんですが、まずつくみは去年の秋の新人戦明豊に勝って大分県チャンピオンになっています。でかつですね、これが例えば決勝とか準決勝でちょっとこうにね戦いを重ねてね、連戦となるとそれはもう明豊が多分三枚看板でですね体力温存とかでですね有利なイメージもありますけども、ただまだこれ2回戦で当たるとなった時はわからないです。つくみの林田くんがねと鉄壁、つくみの鉄壁が意外と明豊打線を抑えるとこう1対2とか引き締まった試合で意外とこうつくみも勝機がある気もしますしですね。で明豊もね油断はしてないでしょうしね、これ結構面白いこのパートですね、この矢倉ね注目しております。そして最後13-16、大分工業対ひたりんこ、そして柳ヶ浦対大分、ここもですね結構渋いところというか面白いところですね。まあ個人的には多分まあ柳ヶ浦、結構私柳ヶ浦今年実際見てですね、これ結構強いなというふうに思ってますが、結構けどね、まず大分工業対ひたりんこ、これ読めないですね。多分まあ私的にはイメージですが、大分工業が近年強いので、大分工業もね、行きそうですけれども、りんこもですね、この夏に向けて結構仕上げてくるね、イメージがあって、勝ち上がってくるイメージがあるので、これ結構面白い試合になると思います。そしてね、イタコもね、これまた優勝候補に私なるかなというふうにあって、まあ、柳ヶ浦と大分、これ、非常にいい勝負なんかしそうな気がしますね。まあ、柳ヶ浦はちょっと一歩有利と見ていますが、本当にちょっとこのパートもね、結構面白い感じがしそうです。ということでですね、結構、ごめんなさいね、私も、まあ、実際、まあ、4校はですね、推薦校に出たら大体4校、5校はですね、そこ、まあ、ちょっと明豊以外は実際、現地でも見てますし、まあ、明豊は甲子園でね、こう見ましたけれども、他のですね、その支部勝ち上がった、チームがどんだけ成長しているかというのはかなり見ものですし、ね、この夏の、ね、前に向けて、どんなね、戦いをしてくるのか、ね、もちろん、ね、いろんなエースとかぶつけてもくるでしょうし、意外とこうね、ベンチ入りするかどうかわからないような選手を試したりとかですね、ほんと最後の公式戦ですね、まあ、非常に楽しみにもしてますし、まあ、ここで本当私が気をつけていただきたいのは怪我とかコロナですね。ここでまたもう私の代もその同級生が実は直前に怪我やらかしてもベンチ入り結構レギュラーいけるようなやつがですねいけなかったっていうのもあってですね、この時期の怪我っていうのを本当に、ね、そしてコロナ感染とか気をつけながらもこの県選手権がですね、まあ、無事にですね行われることをまずはね願っています。その中でですねいろいろまたね球児の皆さんね頑張ってねいらっしゃいますし、そしてまあ高校野球ファンも今回は、まあ、無観客ということで我慢しつつもですね、いよいよこの夏に向けてですね気分をね高めてね盛り上がっていきましょうということで、今回は、第139回大分県高校野球選手権大会の、まあ、出場校の紹介と、組み合わせのもう見たらざっとした感想でした、ね、もう何度も申し上げますがあくまでも私個人のですね感想でございますので、ですね、そこはご理解ねお手柔らかによろしくお願いいたします。
ね、それぞれね応援しているチームがですね良い結果出せることをね一緒に願いましょう、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ああね、ここ野球やっぱ面白いなとか、ね、親方のトーク意外と面白かったなっていうね、ふうに、まあ、もしご満足いただけましたら、ね、いいねボタンを押していただけると本当にありがたいです、またチャンネル登録もねお願いをいたします、野球の話題もこれからも、出していきます。あの大分ビーリングスの、ね、ことを含め高校野球とか、ね、プロ野球の方いろいろ幅広く扱っていく予定でございます、ね、目標の1000人まであともう本当もう一つあと25名ぐらいですけれども、どうか皆様のご協力よろしくお願いいたします。それではまたゲームセット。